おはようございます。今日はですね、ホームタウン堺にあるトリコバーガー北野田店に来ております。今日はもう今日一日しっかりとここのお店で働かせていただきます。よろしくお願いいたします。意気込みなんかありますか？スタッフとしての意気込みですか、はい、いやもうそれはもう元気よく、はい、笑顔で、はい、いっぱい食べたいと思います。社長が作る方ですね、はい、今日はしっかりとここで働かせていただきたいと思います。やればできるというところを見せたいと思います。まあ、それではいつもの恒例のこれやりましょうか。いきます。いや バシッとユニフォームに袖を通すと、さあやるぞと気合い入りましたんで行きたいと思います。おはようございます。今日は一日よろしくお願いいたします。一生懸命頑張らせていただきます。すごいいい雰囲気ですね。これなんかこだわりってあるんですか？トリコの外観は、うん、冬トリコの、 あの街並みをイメージして、はいはい、作られています、うん、内装に関しては、うん、やっぱり落ち着いて食べてほしいというところで、うん、落ち着いた色の家具も揃えてますね。落ち着きますよね。なんかこうちょっとなんか海外に来たのかなっていう感じがしますし、いやもうとてもいい雰囲気です。ありがとうございます、はい、でこれあのおすすめのなんかバーガーっていうのはあるんですかね？そうですね、一番人気なのはどうしてもあのチーズを2種あの使っているこのチーズバーガー、チーズバーガーが一番よく出てますね、はい、でその次はやっぱりちょっと大きいんですけど、このビーフバーガーの 1.5 倍のパティが入ったブランデビーフバーガーっていうのもおすすめになってます、はい、あとはドリンクであのレモネード、よかったら手作りのレモネードになります。これですね、手作りレモネード見るからに美味しそうですけど、美味しいですね。ありがとうございます。これ一回飲んだらみんな大好きになるんじゃないですか？これありがとうございます。めちゃめちゃ美味しい。洗ったのをこれ今2回やったから、食材を変わるからちゃんとやっとかないといけない。お願いいたします。お願いします。お願いします。はい、今日は、はい、トリコ自慢のレモネードを一緒に作りたいなと思ってます。はい、はい、レモンを剥くところから一緒にやりたいなと思ってます。レモンを剥くところから、はい、はい、ここに入れて、こう剥いててもらう形になります。びっくりしました。あのみかんを剥く感じで、みかんを剥く感じですね、はい、しっかり薄皮まで皮が残らないように。お上手ですね。これなかなか白いところが、毎日もう200個ぐらい剥いてるので200個しっかり手作りにこだわってやっていってるんで、どうしても手数が増えてくるっていうところがあるんですけども、いやいや、もうちょっとですね。もうちょっとですね。これはなかなかあれですね、難しいですね。そうなんです。こうやって作ってたんですね。じゃあそうなんですよ。これ本当飲んでほしいですね、これこれ飲んだら分かります。ぜひ飲んでください、ね、で全部具材を入れて一緒に入っていきます。あ、基本的にここに今45個分のレモンがあります。45個分いや何気にパッと飲んでるけど、本当こういろいろこうね、作るまでの過程がいろいろあるんですね。そうですね。いやもう本当レモネード飲ませていただきます。次は、はい、バーガーに使ってますビーフパティ、うん、これも店舗で全て仕込んでおります。このミンチも、はい、あのトリコ専用に、はい、あの牛の部位であるとか油と赤身の配合とかをトリコ専用に作っていただいてて、それにあの数種類のスパイスをお店で入れまして、はい、手で練り込んでそれからパティを作ります。これを決まったグラムに測りまして、空気が含まれますので、はい、その空気を抜いてあのハンバーグが割れないようにしっかりと味が整うように作業をしますので、うん、今日はそれをちょっとやっていただきます。わかりました。まずグラム測ったものを少しおにぎりのようにお団子にしていただいて。いいですか？はい、空気を抜くんですけど、右手から左手にまずポンと投げます、はい、逆に返します。この作業をします。でちょっとやってみますね。これをこの状態を作ります。すると表面がこのように変わってきます。
今簡単にやられてましたけど、えらい難しい技ですね。こういうことですか、ね、そうです。あ、でも上手です。初めての方はだいたいそんなスピード出ないですね。で次にこれを、はい、このリングを使いまして一個一個ハンバーグのパティの形にしていきます、はい、で次はこの専用リングを使いましてこの円きっちりに平らに形を整えてます。手のひらを使っていただいて、はい、真ん中から外に真ん中から外に外に。なんかパッと見たら簡単なように見えるけど全然やっぱこうこんな感じですか。はい、素晴らしいです。綺麗だと思います。 ありがとうございます。おお、なかなかこう本当にいろいろ手がね飛んでますね。すごい見事。これどっから飛んできたんだろうな。これなんか気づいたら隣の家まで行ってそうな感じです。いやいや、もうずっとやっときます。いやいや、もうちゃんとあの最後までやりますよ。あとあのみんな休憩しといてもらったら綺麗にしときますから。みんなふっとこうお客様が来るとスイッチが入りますね。みんなの表情がくっと変わりますから、うん、ようこそいらっしゃいませいやよかったらオーダー聞いてください。オーダーってどうですか。それはチーズバーガーセットで、はい、ありがとうございます。間違いないやつですね。お持ちしますんで、はい、レモネードが通りましたのでレモネード、レモネード作りましょう。はい、はいはい、でこちら1レードル1杯入れてもらって。1レードル、はい、こんなもんですか。はい、1レードル、はい、でこちらのフレッシュのレモン汁、これもこの、はい、1レードル1杯、はい、ありがとうございます。入れてください。これです。下のシロップが均一に混ざるようにバーテンダーでもやられてました、ま、上手です。混ぜるのだけはあのしっかりできると思います。でこちらにフレッシュのレモンを2枚、はい、ありがとうございます、はい。で最後に左側にあるミントを上に乗せてもらって、はい、はい、ありがとうございます。今日はサポーターさんせっかく来てくれてるんで、はい、お持ちいたします。はい、ありがとうございます。すいません、もういつもありがとうございます。これレモネードもすごくこうあの一からこう作ってるのでめちゃめちゃ美味しいです、はい、ぜひ食べてみてください。焼いていただくのに、まあ、先ほど成形してもらって同じ別に紹介したものなんですけど、はい、これを使います。かざしていただいて、うん、でこっちの手で添えて白い紙を剥がします。こっちが下になってる方がまっすぐなので、まっすぐになってる面から先に焼きます。はい、はい、であとは肉の焼けてる状態と油の出てくる状態を見ながら目で判断します。だいぶこう油が浮いて肉汁が上に出てきてると思うんです、うんうん、これをこれ大体同じぐらいで約1分ぐらい火が通ってきます。同じく上に入れてきますんで、最後表面を10秒ぐらい煮ていただいて OK です。これを回してこちらでバーガーを作ります。いざ実践務めさせていただきます。これお願いします。はい、お願いいたします。どうぞこちらを使ってください。はい、一気にパタン。はい、これもうちょっとですか。いや大丈夫です、もう大丈夫、いけると思います。これをはい、あ、うん、はい、大丈夫です。10秒、はい、OK です。で表面に戻しまして、ま、戻します、はいはい、OK です。はい、おはようございます。これは鮭が行くですか。いや違います、違います。今日はですね、なんと社長が一日スタッフとして、それはもうね、コック使わってもらう鮭さんが来ることを言ってないんで、
まあ、今すごい一生懸命働いてられるんで、うんうん、ちょっとしらっとこう入って気づくかなっていうのは、はい、しっかりやってるかっていうこと。はい、そうです。すいません、お待たせをいたしました。ありがとうございます。ぜひ美味しいので食べてありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。お待ち番号11番のお客様は、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新潟に行ってくるんで。あ、本当ですか。よろしくお願いします。気合を入れて、はい、ありがとうございます。ではちょうどご注文が1件入ってますんで、はい、それをワンセット作っていただこうかなと思います。パティを焼いて、はい、でビルドをして完成させたものと、先ほど覚えていただいたレモネード、うん、それを作るところまでやっていただこうと思います。なんか一気にハードル高くなってます簡単にするんですね。はい、こうですね。はい、です。はい、でこのトング使ってくれたらいいんで、このパティを上に乗せてください。ピクルスですね。ピクルスですね、はい、3枚、はい、でトマト1枚上に乗せてもらって、乗せます。はい、で左側にごまのついたバンズがあります。で袋に入れてもらいます。はい、OK です。ありがとうございます。で出来上がりました。出来上がりました。さっき作ったレモネード、レモネード、はい、氷を3つでしたね。氷入れるの早かった。あ、大丈夫ですよ。失敗した。大丈夫です。混ぜるの忘れてた、はい、お待たせいたしました。完成です。完成、はい、はい、これは何番でした。北海道なのでまだいらして、はい、ちょっと待っていただいて。あ、なるほど。あれ、ちょっとすいません、本日やってますか、しっかり。本日しっかりやってますか。終わりました。すいません、終わりました。いやいやいや、おかしないです、終わって俺じゃないです。いや、ないよね、頼んでないですよね。いや、モバイルオーダーしたんですよ。あ、モバイルオーダー。モバイルしてますもん。先ほど作られた。そういうこと。俺めっちゃ緊張しながら作ったやつを頼んでいただいたやつ。俺作ったやつです。楽しみっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりされてください。じゃあ行くで、もう。あったかうちに。うん。うまい。バランスがええわ。肉肉いったらバレあるけど、この野菜で、このバンズ、パン。うん、カリカリうまいわ。レモネードは頼んだでしょ。はい、まだ飲んでないけど、めっちゃうまい。ちょっと混ぜて。レモネード、うまい。うまいです、うまいです、めっちゃさっぱりする。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人の写真いいですか。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう良かったです、本当にね、皆さんありがとうございます。食べたんで、もう席もね、今から混むだろうし、開けないと。いや、もういろいろ勉強させてもらいました。勉強させてもらいました。本当にもうこれから通っていただけるということで、ね、常連のお客さんお一人で、はい、いや、ちょっと顔を見れてちょっと安心しました。いやいやいや、惜しかったです。ありがとうございます。あります。美味しい入りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日は一日ね、トリコバーガーの一日店員をさせていただきました、今日一緒にいろいろとやらせていただいて、私一段とトリコバーガーのファンになりましたし、今日はセレッソサポーターの皆さんも
お店の方に足を運んでいただいて、皆さんもねすごく美味しかったっていう言葉をたくさんいただいたので、はい、ぜひ皆さんお店に来て食べて飲んで笑顔になって帰ってください。今日は一日ありがとうございました。話していただきます。私もトリコバーガー仲間入りしました。トリコバーガーのインスタグラムを、フォローしていただいている皆さんの中から2名様にですね、心を込めて書きましたんで、2名の皆さんに、プレゼントいたしたいと思います。ぜひ今日は皆さんどんどん投稿していただいて、ここにまたトリコバーガーを食べに来てください。ありがとうございました。選手、サポーター、パートナーが作り上げてきたセレッソ大阪の30年。これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して。A sustainable future. Yanmar.